こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか。まあ、水は違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空所の前後、そうです、動詞が2つありますよね。で、皆さん、動詞が2つあれば、その動詞と動詞をつなぐ接続詞、もしくは関係詞、それが1つ必要ですよね。ですが、選択肢の水を入れてもですね、空所の前後、接続詞、関係詞はなし。で、同じ理由で選択肢の D もそうですよね。such、これを入れても接続詞、関係詞は増えないんですよ。ですから C と D は×。で、一方選択肢の A とか B であれば関係詞、動詞が2つに対して関係詞は1つ。ですので今のところは OK。 じゃあ、あとはどっちにするんですかと言われたら、空所の左側を見ると一発ですね。そうです、10時、それが空所 time、 つながりがありますよね。ですから先行詞があると分かりました。よって正解は A。で、what がダメな理由は、これですよね。先行詞がいらない。その基準で削っていただけると OK です。中身セミナーを確認いたしますので、文頭をご覧ください。会議は10時に始まります。で、その時に今日の議題が発表されますよ。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸一番に入る語句、それをすらすら言えるよう活用なさっていただけます幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。